時間が差し迫っているのでいくつか来た中でも、まあ、これはというものを厳選して今回質問していきたいと思います。今回カバードコール戦略ということで、セミナーの募集をしております。で、比較的安全な戦略だと思いますが、考えられる最大の損失のパターンを教えてくださいという質問があります。これについて森谷さんお願いします。はい、最大損失どれぐらいなのかって非常に重要な問題ですよね。ですからその最大損失がどれぐらい出るかっていうのは、一概にパッと言えないんですが、次のようにちょっと類型を考えてみましょう。まず1番、カバードコールとかカバードプットで、さっき言った下に保険とか上に保険かけてないタイプ、これは損失が限定されていません。ですから大暴落すれば資産を失います。ですから何もしないわけにいかないと思います。次に損切りをだから入れますよね。じゃあ損切り入れた場合どうなるでしょう。当然損切りをどこにするかによって損益が変わりますよね。そこで先ほど言ったように逆算するんです。自分がいくら損したら嫌だなと思う水準プラス売ってる値段を足す。わかります。ただし入れてすぐ下がった場合はさっき説明しましたね、コールの値段がまだ残ってますから丸々210円ではないわけです。そこ辺はオプションの計算をしとかなきゃいけない。わかりますか。はい。そこで3番、売りで受け取った範囲内で逆側のオプションを買う。プットの場合は特にうまくいきましたよね。損失がいわゆる利益の方が大きくできましたよね。コールサイドでそれやるとちょっと損が多くなります。プットサイドでやるとプットのカバードプットだとちょっと利益が多くなるということを説明しました。はい。で4番、デビットスプレッドは一番簡単です。最初に払ったお金で終わり。いいですか。はい、はい、ありがとうございます。では次の質問として、先物ロングとカバードコールを組み合わせてエントリーし、予想通り先物が上昇してもコールのプレミアムが上昇するため利益が思うほど上がらない。エグジットを躊躇するうちに先物が下げてしまって結局 SQ で決済すると損失になることもあると。いつエグジットすべきかわからない。カバードコールよりもアウトライトで先物を買った方が良いのではないかと、儲かるのではないかという質問ですね。これについて森谷さんお願いします。これはもう本当に投資家あるあるですよね。まずさっき言ったように上昇すると思ってるんだからコール売らなきゃいいんですよ。でも分かんないからコール売るわけでしょ。だから売ったってことはコール売った以上の利益はもうないわけです、残念ながら。その代わり受け取りがあるじゃないですか。それでよしとしましょうというのが今日のカバードコール。ただ問題はそこまで行っちゃったんですよ。さっきみたいに4日目に行っちゃった、この時どうすんのっていうのはやっぱり考えておかなきゃいけないですよね。その時はここに書いてあるように、コールのプレミアム上昇してるから先物の利益を減らしてるわけです。でも時が経てばオプション値段は下がりますから時間稼ぎたいわけで、稼ごうとしてる間に下げてしまうわけだよね。ってことでしょ。このご質問された方はね、ですから上がった隙にもうおしまいにする。それが悔しいんだったらばプッとしたの買って、さっきみたいなグラフをちょっと面白い形にしてあと20万円の利益を狙いに行く。これ先物だけでも20万円取れば別にいいわけですから、というようにプット側を入れてみるとか、そういうやり方をして耐えるということですね。もちろんアウトライトで先物を買った方が儲かる、それは上がると思えばその方がいいと思います。しかし無限のリスクを抱えるのは怖い。そのためにコールを売ることでいくらかお金を得て、それでプットを買って安心して週末を過ごそうとか、そういう話をしたわけです。でそれを単純にやる方法としては、まあ、デビットスプレッドなんかはすぐにできますよね。ということで、まあ、この辺にしましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと時間が差し迫ってるんで最後の質問にさせていただきたいと思います。カバードコール戦略においてコール売りの代わりにコールのクレジットスプレッドにするという組み合わせは可能でしょうかという質問が来ております。これについてお願いします。はい、すごい難しい質問ですね。まず第一にクレジットスプレッドって何っていう話になりません。
ですからここで答えるのはすごく難しいんですが、クレジットスプレッドって今日やったデビットスプレッドの逆です。ですから何やってるかというと、ちょっとここだけご覧ください。先物を買ってクレジットスプレッドを当てるということはどういうことかというのを考えましょう。実はデビットって買って売るですよね。コールで言えばコール2万2000円を買って2万2500円を売るだったらデビットなんです。その逆、売って買うとこれはクレジットと言います。なぜかというと必ず手前の方が値段が高いから、高いの売って安いの買ったらお金が受け取りになりますよね。わかります？売ることでお金もらう、払うお金が少なかったらお金が残るでしょ。このように受け取りになると受け取りのことをクレジットと言うんです。デビットというのは支払いと言うんです。デビットカードとかあるじゃないですか、ね。まあ、実際クレジットは支払いじゃないけどね、受け取りじゃないけど信用という意味ですけど、まあ、ここはいいとしよう。でこれご覧ください。ここだけ見るとカバードコールじゃないですか。カバードコールに買いが1個入ってると思ったらどうですか。先ほどのご質問にありましたカバードコールやって上昇しすぎたらもったいないじゃん。でも買いが入っていればこの買いが利益生むかもしれない。つまりこのクレジットスプレッド、ここだけ見ればクレジットスプレッドだけど、カバードコールにコール買いという姿をしているということが分かりますか。難しい話ですけど、となると相場感考えてください。2万2000円まではいかんだろう、行っても2万2000円だろうと思ってるわけ。しかし2万2000円をブレイクしたら走るかもしれないという相場感だったらどうですか。皆さん2万2000円も多分行かないと思ってるけど、ブレイクしたらやばい、だから上1個買っとこう、じゃないとなんかつまんねえしみたいなって考えて、こいつ入れとけばこいつがものすごく稼ぐかもしれないじゃないですか。ちょっと具体例にしてみましょう。時間がないけどあと3分、ごめんなさいね。ご覧ください。先ほどと同じ事例でこの辺4月13日ぐらいにこの上昇トレンドでカバードコールやろうと思ってるんだけども、関の山って上が実際このほらここで支えてるから、支えてるから行っても2万2500かなっていう発想はありじゃない、ない、まあありだとします。異論があるかもしれないけどありだとする、ありだとするとさっき言ったカバードコールやるんで先物買ってコール2万2500を売るでもいいよね。しかしここをブレイクしたらなんか上行きそうな気がしない。これだってこれでこうポコッと出てるから押さえてるとこ行ったら行きそうな気がするから、だったらその行きそうなところの水準のコールを買おうよっていう発想があってもよくないですか。ということでこの人はどうしたかっていうと2万2000を売ってね、2万2000これ250の間違いです、ごめんなさい。こう2万2250になって、これちょっと適当にありませんからこっちだけ見てください。ごめんなさい、これ2万2500です。2万2500でもいいんですよ。こういうことするとどうなると思います。2万2000で終わりになってくれれば、2万2000ぴったりだったら先物の上昇益で儲かってコールの売りがなくなってコールの買いもなくなるから、まあいいじゃんって話。最終的にこうなりました。実際上がっていって着地が2万2621だったんですよ。こう行って上まで行っちゃったんですよ、案の定。なので先物からは、ね、81万も出たんです。さっきご指摘があったように売ってるせいで34万6千損しちゃった。こいつが売らなきゃよかったのにだけど、それは後の祭りでしょ、しょうがない。しかし相場感がこの人は2万2500を買ってたおかげでこっちから20万ほど利益が出た。で最終的にはこっちの損を全部カバーはしてないけど少し補って66万1000の利益が出たということです。このように先物を買って売る、その外にコールを買って、まあ、相場感を反映させることはできる。だから、まあ、このご質問に対する答えとしては結論としては可能ですよということでした。はい、ちょっと最後の話は戦略的ですごく難しいかもしれませんが、これも勉強すればできます。はい。
以上です。一番最後の、最後になりますが、まあ、ちょっと紹介です。今回いろんな戦略を紹介しました。いろんな気づきがあった方、難しいよという方いらっしゃると思います。で、今回、内容をより詳しく勉強したい方向けにインプライドボラティリティの観点から最後に紹介したデビットスプレッドについての対面講義をオプショントレード普及協会として、設定しようというふうに考えております。詳細はお手元の資料の一番最後のページに、URL ついていると思いますので、こちらに登録をしていただければ後で、詳細を お伝えしようというふうに考えております。じゃあいいですか。はい、じゃあ、はい、以上になります。はい、森谷さん、金森様、ありがとうございました。